新アレクサンドリア図書館新アレクサンドリア図書館オスロオペラハウスオスロオペラハウノルウェーの建築家シェティルトレイダルトールセンとドイツ生まれで,でアメリカで活躍する建築家クレイグ・ダイカースがこの事務所の主な建築家である他に建築家ロバート・グリーン・ウッド建築家オレグ・スタフセン建築家タラルド・ルンドバルおよびランドスケープアーキテクトのジェニー・オスルドセンの4人が パートナーとなっている。2010年現在で、スノヘッタでは120人の建築家やランドスケープアーキテクトがアジアアメリカヨーロッパなど各地のプロジェクトを手掛けている。現在のスノヘッタはエジプトの新アレクサンドリア図書館の建築設計協議をきっかけに結成された。2004年には新アレクサンドリア図書館の設計でアーガー・ハーン建築賞を受賞している。 1987年、別々に設計されがちな建築とランドスケープを、一つの設計過程に収めようというアイデアの下で、ランドスケープアーキテクトのインヘ・ダルマン、ベレット・ハートベイト、ヨハン・オステンガンの3人が、ランドスケープアーキテクトのアルフ・ハウクランド、建築家のオイビン・モート・シェティル・トールセンに対して、共同作業をするための事務所を作ろうと連絡を取った。事務所は、 彼らがよく飲み歩くオスロのストルガータにあるビアホールの上層階に置かれた。このビアホールはドブレ産地にちなんでドーバーハリンと呼ばれていたのでドブレの上にあるという意味で共同事務所の会社名をドブレ産地の最高峰スノヘッタにちなんでスノヘッタ建築ランドスケープと名付けた。1989年初頭。 オスロのスノヘッタのシェティル・トールセンとロサンゼルスに拠点を置いていたクレイグ・ダイカースはそれぞれ互いの友人であったオーストリア出身の建築家クリストフ・カペラーと共に別々に新アレクサンドリア図書館の建築設計協議に取り組んでいた1989年夏にスノヘッタは新アレクサンドリア図書館コンペに参加登録を行ったダイカースは ロサンゼルス周辺の建築家や芸術家たちと共同作業を行うための小さな事務所を作っていたが、新アレクサンドリア図書館のような大プロジェクトのコンペに勝って事業を進めるため別のグループと組もうとし、話し合いの末にスノヘッタと一つのチームを組むことになった。ロサンゼルスのアパートにトールセンラスノヘッタのメンバーをはじめとするオスロからの建築家たちや ダイカースのロサンゼルスの仲間の建築家らが集まり作業を進めた。さらに歴史的文脈の中にプロジェクトを位置づけるために芸術シェアの助けも借り、彼らは自分たちの案を完成させ、最終的にはコンペを勝ち取った。1989年の末、アレクサンドリア図書館のコンペ案を作っていたチームと、オスロに残っていたスノヘッタのメンバーがオスロに集まり、主要メンバー8人で、 新しいパートナーシップを組んで全員で新生スノヘッタ社を結成した。その後スノヘッタは多くの組織変更を重ね、2006年には2人の主要パートナーと4人のパートナーという形になっているが、異なる文化や背景を持つメンバーが集まって共同作業を行うという基本的な理念は変わらず残っている。また、ルーツの一つであるスカンジナビアやノルウェーの文化は、 そのヘッダの作業に対し、社会意識や環境意識に対する理解などの特色を加えている。21世紀に入り、建築の置かれる場所の文脈や状況の理解を深める作業も続けている。ありがとうございます。